レギュラーシーズン最終戦、痛みが生じる変化という言葉で球場をざわつかせた新井監督。結果的に大きな戦力の入れ替えは行われず、コーチ陣も据え置きでファンも何だったんだと拍子抜けしている状況だね。いつものリップサービスのつもりじゃったのじゃろうな。実際新井監督がどんなことを想定して話したのかはわからないし、期待しすぎた面もあるかもしれない。そんな痛みについて答えを出したのがナンバーの記事。一部引用すると、人事権のない現場指揮官に大胆な血の入れ替えはできない。セレモニーでの言葉はこの秋から春のキャンプ、そして来季の戦い方についての言及だったのだろうと。人事の痛みではなく、若手起用を増やし、どんなに敗戦が増えようとも育成の比重を増やすことが痛みだと結論付けていたよ。さすがにコーチ陣は無理にしても多少なり意見はできると思うがな。シーズン終了時にはオーナーと小一時間来季のことについて話し合いをしているし、要望などは伝えていると思うけどね。個人的に新井監督の痛み発言は来季に向けた強い意思表示であって、特定の何かを指していたわけではなさそうに感じる。エンターテイナーじゃひな。育成に全振りして順位度外視してほしいというファンの声も少なくないけど、やっぱり優勝は目指してほしい。選手はもちろん、新井監督もコーチ陣もしっかり仕事をして、心の痛みが生じないシーズンにしてほしいかな。ということで、痛みとは何か、でした。